はい、皆さんこんにちは、トドチャンネルのお時間でございます。はい、現在何日目だ、19日目ですね。第1匹目が孵化してから19日目、今現在のウズラの様子を見ていたしますね。もうかなり大人になってきました。まあなんか1匹がね、この足の掃除した後にちょっと弱ったかわからんけど、薄くまってじーっとしてたのがね、また元気になってね、復活いたしました。で、まあとりあえず6匹はみんな健康ですね。まあ、ちょっと毛の薄い子、この色の薄い子がいるんですけど、この子ね、この子の足の指がね、ちょっとこう左が特にかな、ちょっと曲がってるのが少し気になります。まあ、そういう子は一定数いるみたいなんですけど、ちょっとね、この結露した水がね、天井から落ちて濡れるのと、あと自分たちでね、こう砂浴びみたいにやっちゃうんですよね。このうずくまってバーって体中にかけちゃうんですよ。で、まあこんなに散らばってるんですけど、毎日交換してるんですけど、まあすぐにこんな風になっちゃいます。はい、なんかちょっとね、一度体洗ってあげないと、ってか洗ったらね、体冷やしちゃうんでね、どういう風にしたらいいのかわからないんですけど、足も定期的にちょっとうんことかね、取り除いてるんですけど、すぐにこうなっちゃいます。はいはい、まあ、これちょっと今冷えちゃったんですけど、飼育ケースの温度ね、温度に関してなんですけど、38度とかなくてもいけますね。5日目ぐらいから38度全然下回ってたんですけど、35度とかで全然大丈夫ですね、この子たち。名前をつけたいとか思ったんですけど、ちょっとね、見分けが全くではないんですけど、まあつけられないなということ で、 あと結構締め切ってるんでね、このこれかけて蓋閉めて布で覆ってるんですよね。温度が下がっちゃうんで、まあ、完璧な飼育ケースを作ればいいんですけど、できてなくてですね。なんで餌やるときは結構ここに、この餌箱には寄ってくるんですけど、暴れますね。めちゃめちゃ暴れますね。あ、ごめんごめん。なんかあんまり懐いている様子がないです。逃げますね、めちゃめちゃ逃げますね。そういうもんなのかな。あったったった。はい、こんな感じでね。いや、すごいですよね。ほんと汚しますね。毎日変えてもこんなんなるんでね。あ、砂浴びもちょっとね、用意してあげないといけないなっていうのが。わかりました。やっぱこれで体中に浴びてました。さっき一番がね。だからこの子、ほら、この子ちょっと白く粉っぽいでしょ。この子は砂浴びしてたんですよ。餌浴びじゃない、砂浴びじゃないんだよ。これ、ほら、クリ、ピーピー言うたん、ピーピーって言うたん、ピーピーピーって言うたん。ピーターン。水もすぐね、この温度だったらすぐに腐っちゃうんで、毎日変えております。はい、こんな感じでね、かわいいな、ほんと懐いてはくれてないです。悲しいです、ほんと。もうこれぐらいの大きさぐらいからでも懐いたりするんでしょうか。もうついてきてくれるとかはなし、夢に見てたんだから、逃げ惑ってばっかりなんですよ。ちょっとこれ、いい顔、かわいいですね。いい香りです。
くふかふかするね。みんな現在部屋を熱くしてるね。全部汗かいてるね。この子はね、ほとんど体汚れてないですね。他の子はね、結構体汚しそうだね。なんか賢いのかな、なんかちょっと賢いのか、君はちょっと賢いのか。よく飛びます、飛んでよく飛ぶんですけどね。車とか頭ぶつけないようにしてほしいんですけど、ぶつけないでよ。はい、このね、スーパーの卵からこんな健康な子が6匹もね出てくるって嬉しいですね。おっと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 、慣れてくれよ、慣れてくれよ、ピーターン慣れて、ピーターン慣れて、ピーターンや。お、すごい、ピーターン飛んだや。ピーターン今先飛んだね。ノズラってね、結構飛んで渡りをする鳥みたいなんですね。飛べないよ。あ、いいね。手の上に立てる。してくれそうだな。ついばんでますわ。ちゃんと仲間の方に行こうとするんですよね、ほんで。このいない方、こっちじゃなくてね、こっちの方に飛ぼうとします。ほら、顔って長いな。ってことでね、生後19日目の、うずらの子供たちの様子でした。ちょっと開けっぱなしにしてたらね、部屋30度といえどちょっと30度以下か、今27度ぐらいか、ちょっと寒いな。うずらたちからしたら寒いんでね、まあそろそろもう閉めようと思います。風邪ひいちゃったりするんでね。はい、それではご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。